はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回も SA やっていきたいと思います。というわけでございまして、前回からですね、カルカルドントサウルス探しと今更かよというね、苦行をね始めたんですけど、まさに苦行なんですね。始めたんですけども、前回の動画からですね、あの後からもね、さらに裏でねずっとやり続けて、今ねゲームラ人数169日までになっちゃいました。そうで、結論から言うと、まだ見つかっておりませんっていうかね、なんなら前回の最後に見たギガノト以来ね一切見てない。もうね、なんかおかしくなっちゃったね。壊れちゃったかな、この衛星。いないんだよね、全く。うん、全くいない、湧かない。そうで、なんだかんだ裏でね、前回の動画の時点から、そうだな、多分10時間ぐらいかな、ずっとやっててね、もうね、左手のね小指がもうなんかね筋肉痛になってるんだけど、あのシフトキー押しっぱなしだから。なんですけど見つからないです。はい、ということで、今回もね、今から探しにもちろん行くんですけども、もう先に言っときます、もう絶対見つからないと思います。動画としてね成り立たないですけどもね。はい、なんですが、もしかしたらね、わかんない、うん、なんか気まぐれでさ、いるかもしれないから。ということで、今からね、早速見に行きたいと思います。さあ、というわけでね、ちょっともうグダグダになりそうなんですけども、いつもね、見ているね、ルートをじゃあ順番にね、ご紹介しながらという感じで行きましょうか。ちなみにね、前回の動画の中で一回デストロイしたと思うんですが、あの後ね、さらにもう追いデストロイをね、2回ほどして、今3デストロイ状態なんですが、なんかね、デストロイした後の挙動を見てると、動画の時はね、1回デストロイしたら、まあ40分ぐらいですぐギガノトを見たんですよね。で、2回目の時はね、全くいなくって、それで4時間粘ったんだけど、出なかった、全く。で、3回目のデストロイの後、もう6時間経ってるんですけど、まだいないという状況ですね。まあ、そもそもね、湧いてない、その、なんか、なんていうの、判定的には湧いてて、どっかに埋もれてるっていうような推測だったんだけど、なんかね、どう見る感じね、そもそもね、湧いてないんじゃないかって気がしてきたんだよね。はい、ということで、この洞窟はいませんでした。じゃあ次行きますね。もうちょっとね、雑談みたいな感じになっちゃうんですけど、申し訳ないですね。でね、その、なんでそんなこだわってるかっていう話なんだけど、このゲーム始めて、そうだな、まだプレイ時間が100時間ぐらいまでのところかな、のところのさ、挙動をなんか見てたときに、いや、本当にあれなんですよ。一体例えば、じゃあさっきのね、火口のところにいて、はい、じゃあそれ溶岩で潰しましたってなりますよね。そうするとさ、すぐ湧いたんだよね。すぐ。本当に。他の、例えば、ティラノ探しと同じで、ティラノ1個潰して、で、ちょっと離れて、で、来たらね、あ、また湧いたみたいな、そういう風だったんですよ。その、ギガノとカルカロに関してね。だからさ、あ、なんだ、湧き、めっちゃ楽になったじゃんって思ってたんですよ。っていうか、ずっとそうだったんだよね。なんだけど、つい最近、ここに来て、急に、なんか、あれ以前の感じになっちゃったみたいな。うん。で、これはたまたま、すべてがね、すべてがたまたま偶然、なんかそういう風に絡まってて、まあ、もしかしたら仕様が変わったのかななんてね、風に思い込んでただけで、いや、実はね、本当にラッキーだっただけなの。なんか、ひょっとしたらそんな気もしてきたんだよね。はい、ということで、あら、まあ、ここめっちゃ賑やかになってるね。ちょっと待って。お手伝いさんが。あれ、またブラザーなんだけど。めっちゃお手伝いさんの脇屋いいね。お二人いるわ。もう用はないですけどね。ということで、まあ今2箇所目にこっち来てるんですけど、このね、この山は、自分的なんですよ。なんかね、西側の斜面でもう2回見てるんだよね。ということで、西側を中心に、西側とね、南側かな。強者の洞窟の前哨基地のあっち側にね、よく降りてきてたっていう。まあ以前もいたと思うんですけど、あれもね、3回見てるんだよね。それと今来たね、こっち側ですね。この西側の斜面。この斜面に、
なんかね、突き刺さってる感じなんですけど、今パッと見た感じはいないですね。でかいからね、この距離でも一目でわかるんですよね。あ、いるわって。だけど、目を凝らさないとわかんないっていう風じゃなくて、もう明らかにね、存在感がもう あるから、全く違うから、すぐわかるんですけど、いないんだよね。で、あとは、その上で刺さって湧いたのが、なんかそのいろんなの追いかけながら下の方まで降りてきてみたいな感じで、まあこの辺りですかね。で見た感じ、はい、静かでございます。全くいませんね。あー、どうしようかな、これ話変わってきちゃうな。もうカルカロなしで行った方がいい気がするまでもある。だってそもそも湧いてないんですよね。で、その何レベルの源泉云々の前にそもそもいないからさ、これもし仮にね、じゃあ今からまた10時間探して、まあ仮に奇跡的に湧くとするじゃないですか。はい、レベル5でしたってなったらさ、あ、ケツァルいるわ。ケツァルはいるね。レベルいくつかな。いや、待って、140だって。え、マジか、140なんて。400、今ね450時間ぐらいやってんだけど、衛星初めて見た。140、マジか。いや、これで、これはテーブしておいた方がなんかいい気が。ああ、これあれかな、リニューのお母さんの生まれ変わりかな。140。今さ、でも道具持ってないんだよね。まあいいや、ちょっと一旦保留。ちょっと先にカルカロ見たいからな。はい、ということで3箇所目はね、この真ん中の一番高い山ですね。この山も、かれこれ4回ぐらい見てるんですけど、このね、自分的にポイントはこっち側ですね。北側のここです。このエリア、ここですね。この供給品クレートが湧くところのこの斜面、いないね。うん、いないですね。ここか、この上ですね。いないなぁ。いないなぁ。いろいろ試してるんですけどね。リログしたり、なんやらかんやらって。いないですね。あれ、ちょっと待ってください。とんでもないとこにお手伝いさんがいるわ。あれ？え？レベル130だって。え、どういうこと？あれ？お手伝いさんってレベル100固定じゃないのか？今ふと思ったんだけど。色もなんか違うし。これ130って書いてあるよね。ていうか、またとんでもない場所にいるね、これ。こんな崖のとこに。あーあー、やばいやばい。おいおい、やめろやめろやめろ。お前、ああ、飛び降りちゃった。あはい。あれ？レベル103。今まではちょっとあんまり気にしなかったんだけど。はあ。あれ？ちょっと待って。いや、めっちゃガッツあるね。うわ、おいおい、大丈夫か？そんな下まで降りちゃって。あれ、どこ行った？あ、いた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 。あはは、恥ずかしがり屋だ。あれ？ 130？ あれ？他のやつ見に行くか。レベル100だとばっか思ってた、ずっと。気にしなかった。で、スノーマンがなんか250固定だったような気がするんだけどな。もしかしてレアなあれなのかな？個体なのかな？あ、お手伝いさんいた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 。ほら。ほら、レベル100じゃん。え、レア個体なのか、さっきの。ほらほらほら、100だよね、100だよね。いや、ずっと100だと思ってたんだけど。なんで130って。え、っていうことは他にもなんか150とかなんかいるのかな。ステータスが違うんだろうか。わかんないな。まあいいや。はい、4箇所目。4箇所目は、向こうのね、火山の右側のこのちょっと、あんまり高くない山ですね。もうここも2回見てるね。湧いたのを2回見た。でも、見た感じいないね。ここはね、木が生い茂ってて、
ちょっと目で確認するのはね、テックヘルメット使ってもね、ちょっと分かりにくいんですけど、こういう時はね、音だよね、音で。例えばギガロトだったらさ、なんとも言えないあのガルルルルルっていうね、あのドスの効いた声。で、カルカロだったら足音だよね。なんかズドン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 っていうあの独特のね。特にカルカロの場合ってさ、獲物を狙って動いてることが多いから、割と、音がね、なんだろう、ほら、ゲージが溜まる時のさ、あの感じ、敵見つけた時のさ、なんか目が光ってさ、なんか、パオーンみたいな感じになりますよね。なんかガガガーンとか言って、あれのあの声とか結構聞こえるから、まあね、音頼み、目視よりも、音をね、頼りに探す感じでも十分いいんですけど、あ、キラノいるね。レベル75か。まあ、基本的にはさ、なんかほら、いろんな可能性を考えるとね、ああいうティラノとかも全部潰していった方が多分いいんだろうけどね。まあでも今までな、そんなことしなくても湧いてたからな。はい、ラスト5箇所目ですね。一番マップの右側の山ですね。肉食島の、下にある山ですね。ここで前回最後に見たっきりね、もうずっと見てないんですけど、ここも見ていきましょうか。ここはね、なんかどの斜面にも可能性あるっていうか、なんかひょっとしたらあれなのかな、そのある一定の高度以上のとこで湧いてるのかなっていう気もちょっとしてるんだよね。その最初のスポーンの場所はね、ある一定以上の高度でスポーンして、そっからね、もしかして何かの都合で下に降りてきてるみたいな。そういう風だとさ、なんかいろいろと、なんか話が、なんかつじつまが合うんだよね。ギガノとカルカロの湧き場所っていうのに関して。なぜ山のところなのかって言ったら、ある程度のなんか高度のところ、高度いくつ以上のところで湧くみたいな。なんだけど、そうとも限らないっていうね。この、今下のね、この、今ちょうど今真下ですかね。この辺りでも湧いたことあるんだよな。で、ここも木がたくさんあるから、わかりづらいので、音頼りかな。うわー、完全に消えた。完全に消えちゃった。もうなんならさ、この状態ならね、このマップには、ギガノとカルカロは実装されていませんって言われてもね、何の違和感もないぐらい、いない。姿をだって見ないもんね、全く。あれは何だったんだろうな。なんか3体も4体も景気よくポン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 湧いてたのはね。何だったんだろう、あの大バーゲンセール。あ、楽勝じゃんと思って。ねえ、まあだったらいいやって後回しにしてたんだけど。今思えばな、レベル90のカルカロとかは処してたからな。なんだレベル90かなんて言ってさ。もったいないことをしたな。やっぱりあれか、高レベル見つけたら、使う使わない別としてね、もうやっぱテームすべきですね。あ、そういう意味で言ったら、さっきのケツァル、テームしておいた方がいいかも。後で後悔するより。はい、こんな感じでね、5箇所一周ぐるっと回って、まあのんびりね、いろんな、あ、あんな生き物がいる、何やらかんやらだってね、のんびり、ついでにさ、いろんな生物見て楽しみながら、のんびりやって、まあ、大体20分ぐらいかな、一回りするのに。で、これを、まあ、何百周回もするわけですよ。で、いないなーって言って。で、まあ、今はね、ずっと飛びっぱなしなんですけども、まあ、時には立ち止まってね、ちょっとそこに、まあ、10分、15分、とどまって、なんかその周辺のさ、いろんな生物の湧き促したりとか、まあ、いろいろ考えつくことは全部やってるんですよ。多分皆さんこうした方がいい、ああした方がいいっていろいろあると思うんだけど、全部ね話したらね、話がめちゃくちゃ長くなっちゃうから、全部話しない、してないだけなんですけど、思いつく限りのことはね、ほとんどやってるんですよね。はい。なんですが、あれはアロサウルス。声でね、こうやってわかるからね。いないなぁ。そのマップ全体のさ、生物の湧き状況はどうかって言ったら、多分正常です。なぜなら、肉食島に行ってね、いろいろと見てたんだけど、脇の挙動ね、変わってなかったんでね、ティラの湧く感じとかね。そう。だから、例えばティラのガブガブってやって、潰した後、
で見てたら、またすぐね、次が湧いてたっていう風なんで、そのワールド全体のね、湧きの状況は、特に問題ないかなと思ってるのね。なのに、なぜギガノトとカルカルだけ、全くね、忽然と姿を消してしまったと。もう、かれこれ、だからね、十何時間以上見てないからさ、おかしいなと思ってんだよな。まあ結論ね、これね、壊れちゃったかな、みたいなね。はい、もう、おかしくなっちゃったっていうね。ああ、いい色のステゴだな。レベル低いけど。うん。あれ、ケツァル、これ、またいるよ。これ、さっきのこと違うよね。あれ、ケツァルめっちゃ湧いてんだけど。レベル20。何の根拠もないんだけどさ、ケツァルって結構レアだよね。だからさ、もしかしたらこれケツァルとさ、ギガカルって枠被ってるとか？なら、ごめん君、ちょっと、往生してくれ。もしかして、今、ケツァル2体今、都合いるだよね。ちょ、一応さ、考えられる可能性すべて潰していこうよ。ごめんね。まあ、このギガノとカルカロのね、脇ポイントと思われるところを、こんな感じでずっと見て回ってて、全くいないっていうことはさ、まあちょっと発想をじゃあ変えると、全然さ、その思いをがけないところにいて、思いがけないところにいてね。で、それでいないいないって言ってるだけで、実は、その、もう枠がね、埋まっちゃってるから、次の子がね、湧かないっていうの、まあそれが一番なんか確率高そうなんだけどさ、でもね、いないんですね。いないんですね。一応ね、見て回ってるんだよね。まあ、例えばこういうふもとの方に降りてないかなとかさ、こういうところもね、全部ローラーでね、見て回ってるんですけど、いないっすね。ちょっとさすがにあれか、ヘルメット行きましょうか。ちょっと暗くなってきちゃったからね。はい、こんな感じでね、サーモスキャンじゃないですけど、これと見てるんだけど、これ魚群探知機だよね、これね。そう。で、今見てわかるようにね、生物はめっちゃいるでしょ。わかるかな、ほら。ね。でもシルエット的にいないんですよね。まあ、そもそもこんなところに絶対いないからな。こういうね、なんか画面のね、ちょっとこう、何か、障害物のところでこう、影にするとわかりやすい。飛んでるのは、右側にね、いるのはあれティラノじゃないかな。今なんか動いてるの。ちょっと行ってみる？これ、ここの正面だね。ほら、いたいた。ティラノいましたね。っていう感じで、わかるんだよね、すぐね。75。で、これで、こう見ててもいないんですよね。あれはマンモスか？マンモスだね。ほら。このテックヘルメットね、かなり優秀ですよ。本当に。めっちゃわかりやすい。まあ、めっちゃわかりやすい。めっちゃじゃないけどね。もうちょっとね、こんな風になったらいい、もっと便利だろうなっていう、いろいろ思うとこあるんだけど。はい、こんな感じで、まあ、今およそ30分見て回ってるんですが、はい、絶望的ですね。じゃあまた、ぐるっと見て回りますかみたいな感じになっちゃいます。じゃあ、どうしようかな。ケツァルテイムしようかな。なんか、テイムして、ねえ、テイムしなくってさ、後で後悔するよりは、使う使わない別として、やっぱり、なんかテイムしておいた方が、後悔がない気がするんで、しちゃおうかな。さーて、さて、さて、なんかこの辺りだったような気がしたんだけど、あれ、いないな。どこだったっけ？まずいぞ、消えたか？いや、ならば、この辺りのはずなんだが、あ、いた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 、やっぱいたわ。よしよしよし。これだよね。あー、ただね、これ下が、ちょっと、あ、ここならいいか。ここね、広場があって、いやー、あれなんだよな、この辺りさ、結構、いるよね。ダイオドンとかウルフとか。どうやってやるかなんですけど、まあ今まではね、アルゲンでさ、ぶら下がって、なんてやってたんだけど、これ今リニューだからさ、このまま撃てるよね。ただ、下にヒューって落ちちゃうから、それだけが心配なんですけど、まあ、運任せだな、これ。いきますね。ガオーンってなるよね。で、どこに行くか。もう、この下はさ、凶悪な奴らがいっぱいいるから、ちょっとあれだな。眠らした後が、大変だな。
ぶら下がりながらやるのと比べてさ、圧倒的にやりやすいけど、でもこう動き回るからなかなか当てづらいね。いいよいいよ、そのまま火山の方行こう、火山の方行こう、そっちの安全だから。もっともっと上行こう、もっと上行こう、もっと上行こう。はっ、いいよ。お、いいね、いいね、いいね、いい方向に行ってる。これ誘導できてるんかな、うまいこと。なんかこっちから追い込んでる。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、そっち行くな、そっち行くな、そっち行くな。まだ出ないね、まだ出ないね。まだ出ないよ。いやー、楽しいね、やっぱりね。行きますね、行きますね。はっ。おいおい、もう地面スレスレ飛んでるけど大丈夫か。待て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 。はっ。ほらほらほら、もう拠点の方に来てるって。あー、賢いぞ、この子。おー、夕日が綺麗だ。はっ。当たらない、当たらない、当たらない。めっちゃ大移動だね。雪エリアからこの方まで来ちゃった。あ、おい、拠点で寝ようか。もうすぐ左下に拠点なんだよ。あ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。ちょっと待って、ちょっと待って。レッドウッドの方には行くなよ。これ、うまいこと、うまいこと、この辺りで、この辺りで寝てほしいな。拠点、なんなら拠点の敷地で寝たら、超安全なんだけど。ほらほら、もう左下に拠点見えてるって。雪エリアで寝ちゃったらね、結構大変だったんで、ここならまあ大丈夫。どっちにしてもね、拠点で寝たらもう100点満点なんだけど、そんなうまい話はないから、まあここでも十分ですね。とはいえ、ちょっと今拠点から背中を向けて逆方向に行っちゃってるね。当てづらいなぁ。偏差打ち。あ、足んないな。ちょっと待って、これ逆に追い込むか。ああ、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。よしよし、ここなら見える。結構出血してる。大丈夫かな。いや、いいね。夕日でなんかめっちゃ綺麗だ。かっこいい。あ、寝た。よし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 。しかも、この下は、割と、あ、やべやべ、ここね、ラップルとか結構いるかも。待って待って。まずは、周りの安全確保先にしないと。やったー。拠点からめっちゃ近いよ、ここ。大丈夫そうだね。いないね、何も。めっちゃ君賢いじゃん。拠点の近くに来てくれてありがとう。さてと、見ていきましょうか。もうこっち入れちゃおう、贅沢に。スタミナ1520、体力、お、体力めっちゃ高い。あー、優秀ですね。近接200、体力8159。スタミナと重量。うん。男の子か。あ、トラボルタも確か男の子だったから、そうか、ブリーディングができないか。まあいいや。レベル140なんて初めてだ。ケツァル。よし、待ちましょうかね。テイム値あんま進まなかったな。これ普通に黄色の方がいいのか？こっちにするか。はい、キブルを黄色に変えて2回目で80点。まあ一緒か、どっちも。どっちも変わんないですね。40% ぐらいでしたね。おー、来ました来ました。あーあああ、大はしゃぎ大はしゃぎ。よしよしよし、いいね。重量1400、スタミナ1800、209か。ちょっと巻き込んでる、巻き込んでる、巻き込んでるって。顔が地面に埋もれてる。よし、じゃあさ、ここもう拠点近いから、一緒にこのまま飛んで帰るか。ね、まあ、テンポットでもいいんだけど。じゃあ行きましょうかね。行くよー。めっちゃ賢いわ。もうだってここ拠点だからね。さあ、来てる来てる来てる。賢いね君。こんな拠点のすぐそばで寝てくれてありがとう。よっしゃー。あー、いいね。今時間があれだからね、時刻がちょうど夜だからあれだ、わかんないですけど、うんうんうん、なんか色味が全然違うな、よく見たら。すごい、くちばしがめっちゃかっこいい。髪の毛の色も違うね。うん。で、もう弟の方がさ、レベルが鼻から高い。確かトラボルタ70か75ぐらいでしたよね。そう、だったと思うんで、体力はさ、体力全く振ってない5300でしょ？重量2500、近接。いやー、これスペック超高いわ、こっち。あー、全然違う。まだ何もポイント振ってないのに。だね。こりゃめちゃくちゃ伸びるね。うん。ちなみに、ノーマルのサドルつけるとこんな感じ。なんか雰囲気全然違うな。うん、気のせいか、プラットフォームじゃない方が、なんか少し早いような気もするけど、
まあ、多分気のせいだろうな。あー、ケサルってさ、羽がすごい広くて、ね、かっこいいね。これはこれで。遅いけどね。はい、というわけでございましてね、今回は、カルカラを探しに行ってね、そして140レベルの、ケサルをね、仲間にできたということでございます。まあ、カルカロ、ちょっとぶっちゃけね、もう諦めようかなってちょっと思ってますけどもね。はい。もうちょっと頑張りたいんですが、まあ、そこがネックになっちゃって先に進めないのもなーって思うんでね。まあ、そうは言っても、逆もあるよね。別にそんな慌ててやる必要もないから、テックのね、洞窟。だから、まあ、見つかってからでもいいんじゃないっていうのもね、ありますけどもね。はーい。まあ、次のね、マップもね、じゃあすぐ来週来るかって言ったらそういう話じゃないしね、多分まだまだ先の話なんで、時間はあるっちゃありますけどね。はい。あ、お尻こんな風なんだ。かわいいな。プリプリ。はい。というわけでございましたね。今回はね、こんな感じになりました。ということでね、続きはまた次回ということで、次回の動画でお会いしましょう。